皆様こんばんは。11月の19日午後5時39分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日日曜日の配信を行っていきたいと思います。もうね、11月もあと約10日ぐらいでね、終わりを迎えるわけでございますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。もう2023年も、もうすぐね、あとラスト1ヶ月ということで、まあイベントごとなどはね、まあ楽しみなところがございますよ。クリスマスであるとか、あとは年末、まあ年始ね、このあたりの、まあ大イベントがあるわけでございますけれども、まあね、なんかこう、2023年に入って、もう本当にね、11ヶ月、もう経ってしまったのかと、もうものすごいね、今年は早かったんですよ。そういった意味も含めるとね、やっぱりこう、先々に楽しみなことがね、待っている、まあ現物 ETF もそうですし、あとまあ仮想通貨業界で言うとね、あとは、半減期ですよね、2024年の4月あたりにある、まあ半減期もそうですけれども、まあ特にね、仮想通貨業界で、トレードをね、してらっしゃる方、現物購入をね、してらっしゃる方は、やっぱり次なる大相場に向けての準備ということで、まあかなり、立つ日が早かったんじゃないかな、というふうに思いますよ。まあもうすぐね、まあ2023年終わり迎えますから、残り、約1ヶ月半ぐらいでございますけれども、頑張っていきましょう、ということでよろしくお願いいたします。はい、行きましょう。今ね、皆様に見ていただいているのが、ビットマン TV の X の方になりまして、まあ連日ね、お伝えをしております、ビットゲットさんの方で、まあ秋冬の、入金キャンペーンを、今ね、開催中ということで、まだ、開催期間中です。11月27日の23時59分まで。だから、再来週の月曜日かな、までが期限になるかなというふうに思いますから、ここでもしボーナス関係もらって、トレードしたいよという方がいるんであれば、ぜひともぜひともね、ご活用なさってみてください。入金に対しての、もらえる特典という形ね、こういった画像で、載っております。一応ね、日本限定でございますから、そういった意味も含めるとね、まあ、世界でやるわけではないので、まあ、ある程度もらいやすい状況にはなるかなというふうに思う。で、一応ね、準入金額に関してはテザーベース。で、もらえる特典に関しては、一応ここね、円ベースで書いてあるんですけども、まあ、最低が、1万6000円相当から、最大が50万円相当のボーナスがもらえますよと。で、準入金額は2500テザー以上から、まあ、20万テザー相当に、まあまあ、言ってしまうと、こう、レベルがね、分けられているよということでございますから、せっかくね、こういったイベントごと用意してくれておりますので、そういった意味も含めるとね、ご活用いただけたら、まあ皆様のね、トレードの資金にもまあ少なからずなるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。アカウントね、お持ちでない方は、この動画の説明欄の方にビットゲットさんのね、リンクはご用意しておりますから、ぜひともぜひともね、ご活用なさってみてください。はい、で、行きましょう。今日はね、日曜日でございますから、そこまでね、重要ニュースが多くなく、まあ一つだけでございますね。行きまーす。ゲンスラー委員長が、政治的野心があって、ビットコインのね、ETF の判断に影響が出てきている。まあ、いわゆる、ETF をね、承認するのか、拒否するのか、まあ、延期するのか、みたいなところに影響が出ているんじゃないかということで、アメリカのね、アークインベストメントの方が言っております。行きましょう。SEC 委員長の、政治的野心が、ビットコイン現物 ETF の承認をね、妨げているんじゃないかというふうに、アークインベストメントマネジメントの、キャシー・ウッド氏がね、ゲンスラー委員長が、ビットコインに精通していることを考えると、彼がビットコインの現物 ETF のね、承認を妨げる、論理的な理由を見つけることが難しいと語ったと。で、ビットコインは分散型で透明性の高いネットワーク。すべての活動を追跡できて、操作される可能性は非常に低いとウッド氏がね、言ってると。で、ゲンスラー委員長は就任前に、まあ、ここですよね。マサチューセッツ工科大学 MIT で、暗号資産とブロックチェーンの講義をね、担当していたんですよ。で、まあ、このことは、まあ、当然ではございましょうけれども、まあ、ビットコインに関してもまあ理解していると付け加えたと。で、昔ね、なんか、このゲンスラーさんが、なんかこの MIT での講義の中で言ったのかな？なんかこう、先物のビットコイン ETF を承認してるのに、現物 ETF を承認しない理由がないよね、みたいなことを、なんか言ってたらしいんですよ。なのに、今ね、SEC の委員長になったら、全く行動伴ってないやないか、みたいな話になっているっていうことで、まあ動画には上がってましたよ。で、行きましょう。で、さらに SEC が、ビットコインの現物 ETF の申請を却下し続けている理由については、ゲンスラー委員長が財務長官のポストをね狙っているのではないかという憶測に言及と。で、財務長官は何をするポジションなのか、アメリカドルに焦点を当てることだと述べたということですね。で、それでもウッド氏は暗号資産について極めて強気な姿勢を保っていると。で、ビットコインの現物 ETF は最終的にね、まあ、承認をされて、まあ確率がなんかね、来年の1月2024年1月ぐらいに承認される可能性、それまでにね承認される可能性が、まあ、90% ぐらいあるんじゃないかというふうに巷ではね、
言われておりますよ。で、行きましょう。暗号資産の時価総額を現在の1兆ドルから2030年までに25兆ドルへと拡大させるきっかけになるだろうとね、予測をしたと。まあ、これはね、まあ、現物の ETF が承認されれば、言ってしまうとね、まあ、どうでございましょう。今までね、株しか取引をしていなかった方々が、こういった、ビットコイン、を、まあね、取引できるという、まあ、言ってしまった裾野がね、バリーンと広がっていきますから、そういった意味も含めると、この25兆ドル、まあ、あながちね、ありえない数字じゃないんじゃないかなというふうに思いますよ。で、アークインベストメントも、ビットコインの現物 ETF を申請しており、SEC は現在ね、10件を超える申請を審査していると。で、他にはブラックロック、フィデリティ、グレースケール、ウィズダムトゥリーなどが申請をしているということで、まあ、さっきも言いましたけれども、まあ、まあ、調べてみた方がいいかなと思います。で、やっぱ、現物 ETF、現物 ETF って言われてるけれども、それが承認されたら何がめちゃめちゃいいのと、さっきも言ったように一言で言うならば、そのビットコインに対する、ビットコインに対して投資をする方々の裾野がもう恐ろしいぐらい広がっていくんで、そういった意味も含めるとやっぱり資金がね、まあ集まりやすくはなってくるんじゃないかなと。ただまあ金もね、 ETF が、やっぱりほら承認をされてからね、ちょっとこう時間がかかった側面もあったので、現物 ETF が承認されたよっていきなり10万ドルバン、これはないと思いますから、これはさすがに難しいところかなと。やっぱり徐々に徐々に作り上げられていく、ところでございましょうからね、そこは一つね、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。だから一つ、まあ上昇のきっかけにはなるけれども、現物 ETF が承認されたといって一気に10万ドルまで駆け上がっていくっていうのは、さすがにね、ちょっとこれは期待を乗せすぎかなというふうに思いますので。ただやっぱりこう時間をかけてぐん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 上がっていく、まあ金なんかを見ていただいたらおそらくわかるかなと思いますから、そういった形でね、まあ上がっていく。まあ言ってしまうと金とかもね、あの ETF 承認されてからもう長い期間で見ていくならば、ずーっと上昇トレンドを描いている、長い期間で見るとですよ、上昇期間を、上昇をトレンドを描いているような状況になってますから、そういった形でね、まあビットコインもなっていく可能性があるんじゃないかなというところで、当然期待をねしておきたいところでございましょう。はい、それでは本日のご案内、そして重要ニュースお一つだけでございましたけれども、以上となります。でこのまま行きましょうかね、チャート分析行きましょう。チャートはビットコインとイーサリアム、ヘデラハッシュグラフ、あとはニアと、あと最近ね勢いが強いレンダートークね、見ておきましょう。いきまーす。まずはビットコインですね。いきましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 36,630 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。なんとかね、日足4時間あたりで作られている上昇の平行チャンネルをまだね、守っているような状況。まあ、昨日も言ってたと思うんですけど、35,700 ドルあたりかな。このあたりが上昇平行チャンネルの押し目ラインになります。ですから、まあ、差し掛かってきたらね、ある程度、この上昇の平行チャンネル内で短期トレードをしたい方は、ロングチャンスネイチになるのかなと。で、ちょっとね、どうでございましょう。この右下がりの黒いトレンドラインでね、やっぱり抵抗に合うんじゃないかというふうに言っておりましたら、まあ4時間足レベルで見ていくならば、ある程度まあ分かりやすく抵抗には合っていたところでございましょう。で、これをね、まあ今ね、抵抗に合ってたんですけど、まあ今の段階で言うと見事にね、上にブレイクしておりますし、4時間足レベルで上に邪魔になるようなものがないので、そういった意味も含めると、今ね、まあ昨日も言ってたかな、36,700 から800ドルあたりを抜けていければ、だから直近ちょっとこうね、高値をつけているような場所、37,800 ドルあたりを抜けていければ、このね、上昇平行チャンネルの、上端、まあ、38,000 ドルアタックに入ってくるんじゃないんですか、というふうに言っておりましたから、まあ、今ね、そのような動きにはなっているかなと。まあ、一つ、38,000 ドルをね、ちょっとこう狙っていくような、今、権利はね、得られているんじゃないかな、というところで意識はしておいてください。まあ、短期トレードとして入る方は、まあ、ある程度ロングチャンスネイチとしてはね、抑えておいてもいいんじゃないかな、というふうに思います。さ、持っていったとしても、まあ、38,000 ドルあたりかな。このあたりが利益確定ポイントとしては意識されるでしょう。よろしくお願いいたします。で、上に上がってくる、まあ、損切りラインはね、短期トレードで、話を進めていく方であれば、ある程度損切りラインは設定しておかないといけないんでございますけれども、まあ、この上昇平行チャンネル内のトレードということを加味していくならば、まあ、35,700 ドルあたりを実態として割れ込んでしまったら、これはもう33,000 ドルあたりまでね、落ちてくる可能性がありますから、もし今からね、この、ちょっと短期的な右下がりのトレンドをある程度抜けておりますから、ロングポジションを取って、損切りラインは35,700割れっていう形でね、設定しておくのがいいかなと。この上昇平行チャンネル内でのトレードをする方はね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい。あとは、どうかな、ちょっとね、まあ、4時間足レベルで見ていくならば、まあ、長期のね、この移動平均線も結構、まあ、意識はされていたのかな。上昇平行チャンネルのサポートラインで上がろうにも上がれなかった。で、上に抜けていってから、まあ、ある程度実態としてはサポートとして機能しておりますから、まあ、この3万、まあ、今36,000 ドル付近にいますからね、このあたりが、もし落ちてくるんだれば、一つ支えとしての焦点ポイントになるでしょう。もし割れ込んで落ちてくるんだればね。ただ、まあ、
明日ちょっと余裕を持たせて、さっきも言ったように 35,700 割れで、まあ損切りをしていくのがいいかなというふうに思いますからね、ここは一応ね意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ4時間足レベルで見るとそれぐらいかな。安値切り上げて、まあある程度高値はね、36,800 あたり、まあだから4時間足レベルで見ていくと、金曜日から、金曜日の夜中からねずっとこう作戦はされているんですけど、短期目線で見ていくならば、まあアセンディングトライアングルをね作っているような状況ですから、やっぱり36,800 ドル抜けていければ38,000ドルチャレンジにはね入ってくるんじゃないかなというところでね意識はしておいてください。はい、で次行きましょう。次はこちら行きましょう。イーサリアムですね、行きまーす。イーサリアムなんですけれども、ただいまの価格が、1960ドル付近をね推移しているようなところで、まあこれは前々から言っておりますけれども、下落の平行チャンネルをねしっかりと上にブレイクしておりますから、まあ言ってしまうとこのレジスタンスラインでの裏タッチロングチャンスっていうのは当然ねまだ残されているような状況を、まあビットコインがね例えば33,000ドルとかつけてくるような流れが来るんであれば、やっぱりイーサリアムに関しても、ちょっとこの1700ドルとかね、このあたりぐらいまでやっぱりタッチしてくる可能性があるかなと思いますけれども、もし33,000ドルをつけずに、今の上昇平行チャンネルを守りながらある程度上の展開、40,000ドル、そこを抜けていけば48,000ドルっていうね、戻り高値を目標に上がっていくんでしょうけれども、そういった動きが出てくるんであれば、当然イーサリアムもね、追随してくるんじゃないかなと。まあそういったところも絡めていくならば、ある程度のね、先物関係のトレードとして考えていくと、まあ1870ドルあたりが、この下落平行チャンネルの、まあ、言ってしまって裏タッチ、レジスタンスラインからの右、下がりですけれども、サポート裏タッチになってね反発してくる可能性がありますから、まあ、トレードとして考えていくならば、ある程度ねこれね冷やしても短期の移動平均が結構支えになってるので、ちょっと今ぐらいから少量ロングインして、もし割れ込んだとしても、まあ、1870ドルあたりで、ちょっと追い玉をしてみるみたいな形でねやっていくのがいいかなと。で、あとは4時間足レベルに落とし込んでいきますけれども、まあ、こういった形、やっぱり下落の平行チャンネル内に戻ってきたら、まあ、ある程度切りの1850ドルぐらいをね、1850ドルあたりを実態として割れ込むと、結構レジスタンスとして機能してるのがこのあたりでね、4時間足レベルで1850っていうのがレジスタンスからのサポートとして機能してるのがわかるかなと思いますので、1850ドルを割れ込んだら、もし今ぐらいの段階でロングインをねしていく方々は、やっぱり下落の平行チャンネルに戻るということで、また下をね掘っていく可能性がありますから、損切りをしていくのがいいかなというふうに思います。4時間の 200EMA もね、もうちょっとこれしっかり割れ込んじゃうような形になりますから、まあ、戦略としては今ぐらいで待機って上に上がる可能性もあるので、ちょっと少量でロングイン、あとは1870ドルあたりかな、このあたりでの差し値を置いておくみたいな形でやっていくのがいいかなというふうに思います。で、力強さが当然出てくるのはね、やっぱりこう高値を切り下げているトレンドが発生しておりますから、このライン、だから今で言うと2000と60から70ドルあたりを抜けていけば、まあ当然2130ドルあたり年初来高値アタックに入って、あとはそこを抜けていくとね3000ドルという状況になるかなと思いますので、今ぐらいからロングインするんであれば、分割利確でね2060ドルで上を抜けていった後の、2060ドルっていうのは右下がりのトレンドラインでの分割利確です。で、上を抜けていった後の2130ドルあたりかな、でさらに分割利確で残りもまあ結構開けてくると思いますから、まあ3000ドルまでねちょっと見ていくようなワクワクするトレードがねできるかもしれませんから、そういう形でのねトレードを一つ戦略としては考えてみてください。まあとにもかくにも下落の平行チャンネル抜けておりますからね、まあロングチャンスとして、捉えてはおきましょう。はい、で次行きまーす。次はヘデラハッシュグラフを見ていきたいなーというふうに思うわけでございますけれども、どこにいるかなというところでいました。はい、こちら行きましょう。ヘデラハッシュグラフ H バーですね。ただいまの価格、ちょっとチャンス通貨になるかも。ただいまの価格が 0.061 ドル付近をね、推移しているようなところで、この通貨に関してはね、まあ、知らない方もいるかもしれませんけれども、市場最高値は 0.45 ドルあたり、まあ、実体ヒゲをちょっとこうね、ちょこちょこつついてるのを加味するならば、まあ、ヒゲまで加味すると 0.57 なんですけど、ある程度もじもじフェーズで考えていくなら、まあ、0.45 あたりがね、ある程度最高値付近かなっていう感じ、0.45 ドルあたり。で、そこからね、どれぐらいでございましょう、まあ10分の1にはなってないのかな、まあ、9分の1ぐらいっていう形にはなっているわけでございますけれども、ある程度ね、こう底打ちした感じも出てきて、週足レベルでございますけれども、週足でねバカでかい三角持ち合いを今作ってますよ。バカでかい三角持ち合いを作っている。安値切り上げ、高値切り下げという形で、そのね三角持ち合い上値を抑えられている要因が、やっぱりこの週足の雲のね形が下がってきているので、これもやっぱり邪魔者の一つになっているのかなっていう感じ。まあ、直近でもほら上のひげをつけて押されている側面がありますから、やっぱりそこかなと。それを加味するならば、この、三角持ち合いの上ブレイク、プラスここですよね、 0.068 ドルあたり、 0.068 ドルあたりをもう週足レベルでパリーと抜けていければ、これはロングチャンスがね訪れてくるんじゃないかなというところで意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。で、一応三角持ち合いの抽選ラインをね、抽選ラインをそもそももともとサポート
ートとして機能をしてた、サポート下に割れ込んでレジスタンスとして機能してますよね。この水平ラインが横断してるんですよ、 0.057 ドル付近に。だから、いいですか、三角持ち合いの中にこの赤いね、重要水平ラインが、言ってしまうと横断をしているような状況だから、今週足でね、ある程度 0.057 ドル付近で今ですよ、週足で耐え切っているような状況ですから、そういったところも含めていくならば結構ね、この、水平ラインの方がやっぱり大事かなと思いますので、これのサポートの助けを借りながら上にポンってね抜けていく可能性もありますから、ちょっとヘデラハッシュグラフに関しては、トレードをね、言ってしまうと先物関係でのトレードのチャンス通貨になる可能性があるということだけはね、ちょっと意識しておいてください。ロングインのチャンスは 0.068 ドルあたりを抜けていければ 0.086 このあたりをね迫っていくような上昇が待っているんじゃないかなというふうに思います。一旦はね、ある程度上値を抑えられているレジスタンスとして機能しているところがわかると思いますから、 0.086 ドルあたり、うまくいけば 0.09 ドルとかね、このあたりを攻めるような上昇が待っている可能性がありますから、三角持ち合い意識しておきましょう。上 0.068 を抜けていったらロングインのチャンスで 0.086 から 0.09 ドルをね、狙っていくのはトレード戦略ありよりのありでございます。はい、次行きましょう。次はニアをね見ていきたいなというふうに思いますよ。はい、行きまーす。ニアなんでございますけれども、これも注目しておきましょう。特に先物関係をやっている方、ただいまの価格が 1.85 ドルあたりを推移しているような形でございます。で、最近ね出来高が3、4週連続でね陽線をつけている形ですから、結構ね勢いが強い、出来高もねぐぐぐっと週足レベルでバンバン上がってきておりますから、これはいい形で、あとは週足レベルのね短期そして中期の移動平均もものの見事に抜けて下に落ちてきているんですけども、下髭の長さからね結構サポートとしての意識が高いです。これは当然ねいい要素でございましょう。で、あとはちょっと斜めのライン入れるんですけど、そもそもねこの過去のウェッジを作っていたような状況だったんですよ。加工ウェッジを作っていたような形、ウェッジというウェッジ並びにディセンディングトライアングル気味にも言えるんですけど、ギリギリウェッジかなっていう感じね。で、これをものの見事に抜けて上に大きく大ジャンプしていたので、結構見ていた方が多かったんじゃないかなっていう感じがする。ただ今の値を見ると明らかにわかりますよね。週足の雲がやっぱりこう上に覆いかぶさってるので、2ドルを超えていければ週足レベルでもいいですし、日足レベルでもね超えていければある程度強さが出てきてぐんぐん行くんちゃうのっていうのは思うんですけどね。やっぱり下降のウェッジを抜けていくっていうのはそれぐらい強いですから、2ドルを超えていければロングチャンスとしてこの付近ね、この付近、はい、サポート下割れレジスタンスっていうのがある程度わかると思います。ここ2.8ドルあたりを一つね利益確定ポイントとして話を進めていくのがいいかなというふうに思いますので、先物関係でちょっとトレードしようかなって思う方はニアもねちょっと注目しておいてください。下降のウェッジを上にブレイクした後で強い勢いが強いです。出来高も増えていっております。ただ一つ雲が覆いかぶさってますから、2ドルを超えていってからのロングインで日足ね、超えていければ日足のこういった、短期の移動平均線とかのサポートの力を借りてぐんぐん、はい、週足は確定しないですけども2.8ドルあたりまで迫っていくような上昇が見ていける可能性がこれはね普通にあるかなと思いますので、ちょっとね意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。2ドル超えていってからがロングチャンスなんだなと、もしねちょっと早いかもしれないけど入りたいなと思う方は日足で見ていくとね、日足の短期の移動平均線が結構サポートとして機能してるんで、この日足の移動平均、短期の移動平均にタッチしたあたりぐらいから、だから 1.6 とか 1.7 ドルぐらいに押していってから反発上昇狙いという形でねやっていってもいいかも。2ドルを超えるのを待つのが嫌だよと、ちょっとした、これ勢いが強いんで利益取っていける可能性あるんちゃうのと思う方、この出来高もやっぱり増えていってるっていうのはいい形でございましょうからね、それを加味していくならば下に落ちてきた時の反発上昇狙いとしては 1.6 ドルあたりでのロングインっていうのは一つね、ありよりのありかなというふうに思いますので、調整待ちをする方は 1.6 ドルあたりからこのまま上に行くんであれば2ドルを超えていってから入っていくのがねいいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、で今日の最後見ておきましょう。今日の最後は レンダートークン RNDR をね見ていきたいなというふうに思います。いきます。チャンス通貨です。チャンス、はい、ただいまの価格が 3.54 ドルあたりをね推移しているような状況、ものすごく強いですね。ビットマン TV もね2ドル前後である程度購入していたので、今ね1.5 倍ぐらいに利益が出ている形にはなっている。で、利益確定をねちょっとそろそろしていこうかなという感じもビットマン TV 自体は考えているところ。ただ今ね重要値位置をしっかり抜けて上のヒゲ作らずにねなんとか耐え切ってるんですよ。だからちょっとねこれ加味するならば、週足のねマック D 線も右上がりでいい形ですし、ここね一番下の ADXDI ラインこれもねかなりいい形、緑のプラス DI ラインが右上がりになってるし、赤のねマイナス DI ラインが右下がりになっているんで、強気相場の強さがねものすごく強いし、この青いラインがね右上がりにグーッと上がってきているんで、強気相場自体の強さがかなり際立っているような状況。これはねロースカーショー見ていただいたらはっきりわかると思いますけども、そういった形で今いい形だよっていう風に言っているのはこの 3.25 ドルね、
この 3.25 ドルっていうのは、引き目で見たらある程度わかるかなと思うんですけども、ある程度サポートからの下割れレジスタンスラインとして機能している水平ラインなんですよ。で、これを今実態として見事に抜けて、日足レベルで見てください。ね、直近っていうか、2日3日前ぐらいもやっぱりレジスタンスされてるじゃないですか。で、これを実態で抜けて、なんとか今これサポート転換させようとしてるんですよ。これを加味するならば、もしね、現物で持っていない方、で、あとは、先物関係ちょっと、どれしようかなって悩んでいる方は、RNDR いいかもですよ。RNDR。で、実態として明確に 3.2 ドルぐらいを割れ込んだらもう損切りみたいな形。もしくは、まあ、短期の移動平均を割れ込んだら損切りという形でね、やっていく。このあたりかな？ 2.6 ドルとか、このあたりを実態として割れ込んだら、まあ、損切りをしていく。みたいな形でね。まあ、これは、どれぐらいの玉量を仕込むかにもよりますけれども、ある程度薄めに行く方であれば、ここね、2.6 ドルあたりまで引っ張っていってもいいかなと。急騰、ある程度直近での急騰ラインですから。で、損失を抱えたくない方は、もう分かりやすく、3.2 ドルを割れ込んだら、まあ、損切りをしていく。みたいな形でね、やっていくのがいいかなと。これぐらい、ある程度明確な水平ラインを上にブレイクしていって、サポートに転換していっているので、損切りラインもね、やっぱり分かりやすいかなと。トレードがある程度しやすいかなというふうには思いますからね。この RNDR 注目しておいてください。よろしくお願いいたします。で、うまくいけば、まあ、戻り高値かな。次の戻り高値のここあたりね、このあたり。うん。5.4 ドルとか、まあ、ヒゲまで加味すると、まずは霧の4ドルかな。4ドルで分割利確。で、その後の 5.4 ドルというところを、うまくいけばこれは狙っていける可能性がありますからね。ここは意識しておきましょう。まあね、綺麗に、まあ、どうでしょう、週足レベルですけど、もともとは三尊をね、こう作るような形だったんですけど、もう一気に急騰してね、まあ、言ってしまうと三尊のトップ抜けて、三尊否定にもう完全に入ってますからね。これは 3.25 をサポートに転換していくならば、もう一段やっぱり上っていうのが考えられますからね。楽しみな相場でございます。利益確定は4ドル、5.4 ドルというところが推奨ポイントでございます。はい、それではね、本日の配信は以上となります。明日からね、新しい週が始まりますよ。先ほどね、冒頭で言いましたけれども、もうすぐね、2023年も終わります。元気よくね、みんなでバリバリ行きましょう。はい、それでは皆様、次の配信でお会いしましょう。じゃあ